1870年、オーストリア・ハンガリー帝国ボヘミア王官僚、プラハの裕福な仕立て屋に生まれる。1889年から1891年には、ハインリヒ・クニールの私立絵画学校で美術を学び、その後、1891年から1893年、ミュンヘン美術院で、歴史画を、ビルヘルム・フォン・リンデン・シュミットを呼び、ヨハン・レオハルトラーブのもとで学んだ。この時、 日本の浮世絵に憧れを抱きながら、リトグラフやエッチングなどの版画制作を行っていた。1894年、一旦、プラハに戻り、詩人リルケと信仰を結んでいる。1897年には、オランダ、フランスへ旅行し、パリでは、フェリックス・バロットンと知り合いになり、翌1898年、イギリスに旅行し、版画家ウィルアムニコルソンと連絡を取り合った。 1899年、ウィーン分離派の会員に選出されている。1900年4月、木版画の技術を学ぶため日本へ来訪、ガイドも伴わずに、日光、鎌倉、箱根、京都のほか図は若松や赤倉などに足を伸ばしている。この間、絵師、堀師、すり師に指示して、約10ヶ月にわたって、浮世絵の技術を習得し、他方、 フェノロサの元を浮世絵コレクションを見せてもらうため、訪問、仮の葉の絵師、カ野友信から日本画の筆法を学んだ。こうして身につけた木版技術を前年の1899年に来日していたヘレン・ハイドに教えている。同年9月には第5回白馬回転に基本画、肖像など全16点を出品した。 1901年制作の基本が、日本の絵師はあごひげを生やした、カノトモノブをモデルにしている。オルリックは、日本の版画を見て、多大な影響を受け、自国の多色すり目版画を制作し始める。また、石版画、エッチングなども制作した。東京風景の作品を多く残しており、後に帰国してから1904年に、版画集。 日本だよりを観光、アトリエをウィーンに移している。この時、同時に、浮世絵、寝付けなどの日本の美術品を大量に購入している。1901年に基範が、日本の旅人、日本の絵師、日本のり師、日本のすり師を発表し、同年1月、ウィーンに向け出発し、2月、一旦帰国する。この、日本の旅人などは、 日本の伝統技法を用いた作品であった。4月には、プラハへ戻り、ベルリンやウィーンなどにおいて、講演会を開いたりして、木版画の普及に努めた。1902年開催のウィーン分離派展に、日本を主題とした16点の木版画を出品した。日本で出会ったラフカディオ・ハーンの著作五冊を翻訳し、その写真を描いて出版している。 1905年クリムトラと共にウィーン分離派を脱退、ベルリニへ移って、ベルリン王立芸術工芸美術館の教授となり、版画と想定を指導した。その後、1912年、再び極東へ旅に出た際、日本にも立ち寄っている。1932年、ベルリンに滞在している時、心臓麻痺で休止した。 オルリックは1900年10月刊行の、明星第7号に、ハリネズミの蔵書表など4点の蔵書表を掲載、日本に、初めて蔵書表を紹介した人物として知られている。つばいゲイシーズ、浮世絵大辞典、国際浮世絵学会編、東京堂、出版、2008年ウィキメディアコモンズには、エミール・オルリックに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。